というわけでこんばんは。今夜も毎日おしゃれかわいい選手のお時間です。さあというわけで、今夜もご覧いただいてありがとうございます。今夜も見てくれた君、愛していますよ。心からマジでね、愛されるより愛したいね、できる男はさりげない、そんな感じで今回もやっていきたいんですけれどもね。いやしかしこの動画をご覧の君、今日も頑張っていましたね。ねいや私あなたの頑張り知ってますよねえ。勉強に部活、お仕事で見てる方によってはですね、家事や育児だったりするかもしれませんけれどもねえ、今日も頑張っていましたね。あとはですね、私のこの動画をご覧いただいてねえ、ふふっとなってね、一日を終えていただければなと、思いますけれども、そんな感じでですね、ついに配信された待望の8章ねえなんですけれどもね、8章新章8章なんですけれどもねえ、いやまだ動画ではやりませんよねえ。というのもですね、やっぱりねえ、まずはね、動画をご覧の君、ねえ、君自身の目でですね、8章をまず、ねえ、体感していただきたいということでですね、まだ動画ではやりません。ねえ、いや、本当にね、もうちょっと経ってから、ね、私も体感させていただきたいなと、ね、思いますけれども、ねえ、そんな感じでですね、じゃあ今回は何をしようかなという感じなんですけれども、やっぱりガチャっすよ。ねえ、そのなんか8章の特別ガチャみたいな感じのガチャなんですかね。なんかこう増えまして。ねえ、なんかこのね、まあ後からまた見ますか。ねえ、やっていきましょう。まずは、メンズアウト。ねえ、セールなのでまず1回引いていきましょう。さあ、こちらメンズファッションという感じなんですかね。メンズアウト。ねえ、とりあえずまず、ね。おなじみの SR から見ていきましょう。ねえ、まず背景のスケボー広場。ねえ、こんな感じのスケボー広場って近所にありますかね。私ん家の近所ではないんですけども。ねえ、なんかあの、近所で、ね、スケボーをやってるスケボーイたちが、スケボーイたちがね、あの、集う場所ってのは、ねえ、あるっぽいんですけども。ねえ、こういう感じのとこじゃなくて普通の公園なんですけどもね。ねえ、あとは、鋭い青い目。いや、鋭くね。やんちゃな黒つなぎ。あ、黒いつなぎっていうか、あの、つなぎってね、なんかこう、おしゃれ感あるんですけども、どうなんですかね。私はなんかこう、トイレに行きづらいので、あまり着たことないですけども。シャイニーレッド、ウルフオレンジ。これ最初につけてたやつですね。マッシュパーマヘア。いやー、朝起きるとよくこんな感じのヘアになってる。迷彩ブルゾンサマー。迷彩ってどうなんですかね、最近ね。あんまり着ている方いらっしゃらない気もするんですけども。ボーイズセットアップ。へー。あー、なんかこの、なんだろう、腰に巻く感じのやつって、ねー、これまたオシャレっすよね。さ、そして、まあ、R が当たるだろうなっていうことで R も見ていきましょう。ねー、ボーイズセットアップ水色。色違いですね。ねえ、色違いで R なのか。スケートボード。ねえ、スケボーか。まあ、私、スケボーとか、ローラースケートとか、ねえ、やったことないですけども。迷彩ブルゾンスプリング。いやー、なんかこういう感じの上着もいいっすね。ねえ、あと一輪車ってのも乗ったことないっすよね。ねえ、これを見てる君は、一輪車乗れるかい？いや、乗れるとしたらちょっとなんかすごいなと思うんですけどもね。シアーグレー。いやー、いいっすね。なんか、イケメンがよくこういう髪型しますよね。私はちょっと似合わないかもしんないな。ウルフアッシュ。これはなんか、また、SR の色違いっすね。でも、これも進化したりしないのかな？進化すると色変わりますよね、アニメックってね。スポーツバッグベージュ。ねえ、スポーツバッグってのはあんま使ったことないっすね。私、あの、なんだろう、文化部だったので、あんまりスポーツ系のアイテムって、ね、縁がないんですけども。そして、黒マスク。いやー、なんかこう、おしゃれな人って黒いマスクつけてますよね。ねえ、私も黒いマスクは使ったことないな。ツンツン口、チェーン付きリストバンド。チェーン付きリストバンド。スケートボード、赤、黒。あ、スケボーってはあの、スノーボードってのもやったことないっすね。スポーツバッグブラック。なんか SR じゃない。R は結構色違いが多いんですね。なんか今回どれが当たってもいいかなって感じしますね。黒のイヤーカフス。ねえ、なんだろう。
あのピアスとかイヤリングってあんまり私はつけたことないですけどもね。でもね、なんかのなんだろう、ピアス開けそうな位置にほくろがある。あとなんだろう、タトゥーね。ーそしてブーレッドベルトブーツ、いやまた靴当たんのかな。いや今回靴多いっすね、3種類。さあ引いていきましょう。さ、髪型がやっぱアイメイクがいいっすね。ふん、まあまあだな。いやチェーンか。チェーンか、こいつは予想外だったな。さあそして次のガチャね、多分8章の追加でね、追加されたガチャだと思うんですけども、こちらロマンティックウェディングね。いやこのガチャすごく良くないですかね。えこのシオンパイセンとセージパイセンがこうめっちゃイケメンじゃね。あー本当にね、このガチャのシオンパイセンとセージパイセンがイケメンすぎて、このガチャのね画面見た瞬間こうやべえなって思ったんですけども、ねえ、いやでも当たんのかな、当たんないんだろうな。まずはですね、今回 UR、 へえ SR じゃないんだ、 SR の上が出てきましたね。セージパイセン、シオンパイセン、そして SR ハッピーウェディング背景ですね。いやこの背景もいいっすね。そしてロマンティックサヤ、ロマンティックサヤ欲しい。ロマンティックサヤ欲しい。ねえ、あのこのシリーズをずっとご覧の方はね、あのご存知だと思うんですけども、私サヤパイセンの立ち絵めっちゃ集めてまして、ねえでも当たんねえっていうね。ロマンティック夢、夢ちゃんの立ち絵のレアって前当たりましたね、あのアニバーサリーの時に当たりましたね。ロマンティックコーねえ、そしてウェディング、マリアージュキャメル、いやー毎回言うんすけど髪型とアイメイク欲しいっすね。プライドシェリル、だって私はシェリルノームなんだから、夜明けの光を鳥が見つけるように。グルームエリオット、マリアージュフローラル、どういうことこれ。あーなんかこうバラが出てくるんですね。左手の誓いの指輪、へえ、あ、この辺から R になってんね。フォーマルクリースパンツ、エルムアッシュ、あーでもこれも可愛くないですか。プラチナテールコート、これなんだろう、ボーイッシュ、いやちょっと待って、ちょっと待って、今この服に変えたら気づいたけど、シュンパイセン腰にテーマしてないですか、やばくね。スイートフラワーブーケ、スイートティアラ、パンプス、ファーストキス、ベールローズジョーカー、ネイル、いやー前ネイルだったっすよね、当たったのね。ストレートチップ、ストレートリングピロー、フォーマルグローブ、へえちょっと見えないですけども、さあどれが当たるのかな、また靴かな、靴かネイルだと思うんですけどもね、当たんの、それとも SR、 UR まさか引いちゃう。でも最近 SR 引いてないんですよね。気に入ったの？確かにこれなんだろう、見えそうね、ネイル。やっぱりネイルじゃないか。いやでももう一回引いていきますかね、発祥記念ということでもう一回引いていきましょう。さあ、あれかな、おっとおっと、ちょっと待って、これもしかして、これで素敵なコーデを楽しんで、いや念願のアイメイク取れましたね。いやでもこの欲を言えば、このラインナップだったら立ち絵が良かったな、立ち絵が良かったな。さあ戻っていきましょう。いやーついに SR 来ましたね。いやいつぶりかな、アニバーサリーイベントぶりじゃないですか。というわけで今回は見事 SR を引かせていただきました。発祥記念でこうね、幸先いいですね。というわけでですね、今回もいい感じに撮っておりますのでね、ここまでにしたいと思います。では最後にですね、私のプロフィールをご覧いただいてね、終了していきたいと思います。こちらの方にですね、名前とワイコード載っておりますのでね、よかったらですね、フレンド登録してみてくださいね。ね、本当にですね、どしどしあのフレンド登録いただくようになりまして、ね、本当にチャンネル登録さんをね、私のこのね、動画をご覧いただいているチャンネルの、チャンネル登録さんをね、そのうち超えそうです。ねえ、なんてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ねえ、YouTube で毎日選手でやってる謎がです。よかったら動画も見てみてね、ということでですね。で、他にも楽しい動画が盛りだくさんありますので、ねえ、ぜひチャンネル登録していただいて、ね、他の動画もぜひ、楽しんでみてください。で、そして、高評価、コメント等もよろしくお願いいたします。ぜひね、コメントしていただいて、ね、私と交流しましょう。
ねえ、一緒にコーデをね楽しんでいきましょう。さあ、というわけでですね、私はまた、次の動画、イエサ、次の夜にお会いしましょう。ねえ、これをご覧の君もぜひ、ね、8章のストーリーを楽しんでくださいね。それではまた、次の動画で。